皆さん、こんにちは。今までは怪我の動画が結構多かったんですけど、歩けるようにもなって本来の企画をスタートさせていただきます。場所はいつも通りイノチェンザバイスタジオネで、をお借りしてやらせてもらってます。で、鎌倉駅で、あっちです。鎌倉駅西口から右行って、歩道を渡ってすぐもうこっちの、もう徒歩、ほんと10秒から20秒ぐらいのところになってますので、気になる方はぜひご活用ください。そして、チャンネル登録とかまだの方は、登録者数も増えていただけるとかなりモチベーションにも爆上がりにつながるので、ぜひまだの方はしてください。はい、じゃあそれでは企画の方へ移りたいと思います。はい、改めまして復帰戦ということでやっていきたいと思います。で、今回は水泳じゃない路線も始めていこうと、考え、今回はその一発目のゲストということで、お越しいただきました。マジっすか。今回のゲストは人力車業界ナンバーワンの男、柳瀬浩さんです。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。最初にちょっといかにしてナンバーワンなのかっていうのをご紹介すると、まあ、一番最初は名実ともにナンバーワンということで、あのお客様からの評価だったり評判、これはもうちょっと聞いたんですけど、不評とか低評価がゼロなんですよね。ゼロ、ゼロです。ゼロです。いや、これすごいですよね。この世の中100人いていたら100人に好かれる人間はいないとかいう、あの世の中だと思うんですけど、この常識をぶち壊すという存在の男で、あの100人、柳瀬浩さんの人力車乗ったら100人全員が満足して帰っていくという、ぐらいの実力も兼ね備えたということで、名実ともに、ナンバーワンということになります。なんか褒めちぎって。いやいやいや。ありがとうございます。で、続きは2個目に一番わかりやすいのかなと思うのが、もう稼ぎですよね。売り上げって言うんですかね。はい、がナンバーワンということで。まあこれかなりセンシティブな内容になってくると思うんですけど、バコンとぶち込んでっちゃうかなと思いますのでそこら辺も、はい、よろしくお願いします。もう最初にちょっともうぶち込んでいこうかなと思って、最初から、はい、はい、今までの、まあ、月の売り上げがいいですよね、が最高額分かりやすい、まあ、がちょっとさらっと教えてもらうことができますか。そうですね、はい、僕が恵比寿屋っていう、会社に所属させてもらってて、で京都が本店なんですけど、で11月の繁忙期に京都に行かせてもらって、あっちで仕事することがあるんですけど、その時の最高の月が20万円が最高月収でした。すごいっすね。まあ売り上げはそしたらもっと上がってる。あ、そうですね、売り上げは100万を超えるということで、それが売り上げという話なので、あと最後3つ目に僕が勝手に思ってるのは、もう伝説レベルがナンバーワンなんじゃないかなまあそんな話も後ほど話してもらおうと思います。はい、でもちろん今言ったナンバーワンになるまで、最初から何か地位があったとか、いいところからスタートしたとかいうわけではなくて、ゼロからスタートして、右も左も分かんない状態からスタートして一個ずつ駆け上がった。僕の YouTube の最初にも言ってるんですけど、夢とか目標とか継続にかなり大きく関係してくる内容にもなってくるかなと思うので、皆さんもやってることは違えど、まあ、意識だったりとか自分の心の持ちようだとかやり方っていうのは真似できることはあったりとか、自分の中に落とし込める内容もあったりすると思うので、自分と重ね合わせて聞ける人はまた違った意味で楽しめたり勉強になったりすることもあると思う。最後までご視聴いただければなと思います。あとは柳瀬浩さんの魅力と人力車の魅力、まあ、これは乗る側と業界の人たちも見てかなり楽しめる内容になってくるのかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、この場所いつもおなじみのイノチェンザバイスタジオの場所をお借りして料理を提供していただきます。おなじみのイノチェンザバイスタジオネシェフの井上優太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。本日も絶品の料理をぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして企画は、まあ、いつも通りで、こ
最初に4品の紹介からいきましょう。はい。あの、こうちゃんと呼ばせてもらいます。いいですね。こうちゃんだけで、はい。はい。じゃあ、4品お願いします。はい。まず、はい、タイ料理。はい。タイ料理。で、バーベキュー料理。はい。バーベキュー。で、中華料理。はい。で、沖縄料理。はい。ですね、僕。はい。で、僕の4品は、フォーの料理。アジ。アジの料理。3つ目がキノコの料理。4つ目が角煮ということで。まあそこら辺も楽しんでいけたらいいかなと思います。この撮影は、もともとは4月に決まっていたことで。いや、ご迷惑をおかけしました。いやいやいや、そうなんですよ。迷惑じゃないですけど。心が痛かったです。そうですね。4月の末に、こう、決まってたんですけど、もう知っての通り、事故に遭いまして。今こうやってね、はいはい、こう慣れてるのが本当にほっとしてるじゃないですけど、うん、そうっすね。ねもう、まあ、どうなる一時はどうなるかいや本当よ本当よ無事に復帰ということで復帰戦復帰戦実はここも昔から仲良かったっていうわけでもなく知り合ったのは去年なんですね12月っすね。そうそっかまだ10ヶ月そうです誕生日会にたまたまなんか呼ばれて行った時にこうちゃんに会って、そう初めましての人を祝うっていう会をまずは俺はして、はいはいはい、そう考えてやばい、今考えすごいな、なんかそんな不思議な出会いを得て、まあこんな感じの関係にまで流していただいたので、いやいやいや、こちらこそ本当に充実ですよ、ね、そうですね、竹ちゃんが、いやいやいや嬉しいです。まあ、場所もあの今13人の侍。違う違うそうじゃそうじゃない。はいどうも。13人の。まあまあ侍。はい、侍。で鎌倉っていうこともかなり話題になっててテレビとかでだってもう毎日なんか特集とかなんか巡るような感じに、うん、かなりやっててなんかその人力車のそのあれも増えるんですか人数っていうか観光客。増えました、ね、めちゃくちゃ増えました。ああそうなんですね。鎌倉殿の効果で、ああ6月は鎌倉がそのアジサイが有名 で有名なお寺さんがすごい混むんですけど、ああ鎌倉殿のやつも重なって4時間待ちとかあったんで、初めてでしたね僕が見た中でそんな混んだのは。そのお寺に入るの？お寺に入ってアジサイの散策路、アジサイが見える散策路に入るのにまた別途で待たなきゃいけなくて、それが4時間待ちで、もうテーマパークみたいな、でも本当に某テーマパークみたいな、夢の国みたいな。そうなんですね。もちろん人力車の利用室っていうか利用する人たちも増える。増えてそのなんか鎌倉殿を巡りたいっていうコースがあったり、いつもとまた違った、うん、本当にドラマに特化したコース行きたいですとか、鎌倉を紹介できないところはないというぐらい。なんだろう、博士みたいな。僕乗った時の感想は本当になんか博士に案内されてるっていう知識量もそうだし、あのそんなところまで勉強してんのとか知ってんのっていう感じで、ただなんか景色を巡って鎌倉があのいい街ですよっていうところではなくて、もっと深いところまで、ね、お寺が建った歴史だとか誰が関わってどうなって今がこうあるみたいな、覚えてるね。いやそうですよ。いや、びっくりしました。いや全部忘れたかなと思った。さすがに。これが本当に、ナンバーワンの実力ですよ。脳裏にずっと残るっていうか。いや、嬉しいです。結構イメージ的には、年配の方が乗るようなものだなっていう、勝手な主観があったんですけど、はい、まあ、こうちゃんも乗ってみて、若い人たちにも、例えば鎌倉にデートに連れてく前にこうちゃんの人力車に乗って知識をそこから吸収してすると、もう多分あれはもう勝ちパターンになるのかなっていう、はいはいはい、そんな利用の仕方もいいのかなって勝手に思ってるんですけど、何でも使えます。いや使えますよね。この話を聞くと、まあ、乗らざるを得ない状況まで行くと思うのですげえ状況やん。すごい状況。いや、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいですね。
願いします。じゃあすいません、今回の沖縄料理もめちゃくちゃ大変だったんですけどすいません、あのちょっと人参しりしりですね、ちょっと鎌倉の人参を2種類使ってます。でちょっとあの明太子とあと卵でちょっと閉じておりまして、最後あの島根県の今お醤油は、井上商店さんっていう干し醤油っていうのをお醤油であの最後ピッと味付けだけをしております。で竹原くんの方は今日さっき届いたあの沼津のアジ、でそれをちょっとなめろうで鎌倉の千両茄子っていうのを蒸して、今度はお味噌と、山椒、ネギで秋山商店さんで築地の今かつぶし豆屋さんも付き合いがあって、うん、今そちらとで上にかかってるのはモリイカっていうニンニクとオリーブオイル、ちょっと塩でパン粉を炒めたもの、ちょっとカリカリとした食感、ちょっと面白いなめろうになってます。どうぞ召し上がってください。ありがとうございます。じゃあいただきます。どうぞ召し上がってください。いただきます。うまっ、めちゃくちゃうまい。で上に乗ってる花はあのエリフルフラワーっていう、もうあの生食用の花なんで、そのまま召し上がってもらいます。高くの方はナスが皮を剥いて、電子レンジしてあげることで甘みがすごく出る、甘い感じが、それとちょっと旨味と、なめろうっていう料理は、千葉の郷土料理で、あの基本的には叩くんですよ、やっぱお刺身自体はあのしっかり美味しいんで、そんなにペーストにする必要がない、さすがです。久しぶりにゆうたさんの食事食べたけど、普通じゃないもんね。いや本当に食べたことないものばっかり。じゃあ早速、まあ、そのナンバーワンになるまでのステップをちょっと軽くご紹介していこうかな、はい、その後にそのもう少し深いところまで聞いていこうかなと思います、はい、まず、まあ、生い立ちから言うと何か特別なことしてました、ね、あ、でも野球は幼稚園の年長ぐらいからやってて、学童クラブみたいな感じ。あ、なんか本当は小学校からしか入れない、うん、公式でやる野球チームに一応所属させていただいて、で小学校低学年の時とかも結構高学年の試合に出たりとか、じゃあ運動神経はまあ良かったっていうぐらい割とですね、良かったですね。で中学も、うん、そう、あ、野球なんです。野球を途中まで。うーん、他の野球以外のスポーツはやってる？いや、あ、もう野球一つ。野球だけ。じゃあその頃はなんかプロ野球選手とかメジャーリーガー？あ、夢だった。メジャーリーガーかっけー。メジャーでした。もう小学校の頃から、はい、ずっと思ってました。あ、そうなんですね。で、中学まで、中学、そう、中学校2年生、1年生で野球から今度、陸上。うん、それはなんで？そう、クラブチームで野球やってて、で、あの部活に絶対入んなきゃいけないっていうので、中学の時に野球に活かせるトレーニングで陸上を選択して、で長距離しかなくて、じゃあその中学校はずっとそれで、あ、で中学校2年生で絞っていく、陸上に、うん、じゃあメジャーリーガーを諦めて初めての挫折みたいな。あ、そうなんですね。そんなメジャーリーガー目指して、で野球もすごい好きだったけど、まあそのポッと出た陸上の大会で市で1万とかになって、で県で2万とかになって、まあ明らかにそっちの方が活躍できるでしょっていうので陸上にシフトせざるを得ないんだ。タイミングもあって陸上に就任で移行して、完全にそうシフトチェンジで日本に絞ってっていう。で中2中3記録的にはなんか大会的にはどんなのが一番？全国大会出場だ、県で2番なんて、なんか標準記録があって、学生の人で一応全国大会に出て、全国では予選で敗退しちゃったんですけど、で高校行くと、高校行って、高校も神奈川県の一番その強いところに特待で行ってなんですけど、そのタイミングでこう成長期とも重なって故障が多くて、故障は陸上でいうと故障は膝、僕の場合は膝もやったし、あの腰が多くてヘルニアとか、身長も10センチバーン伸びたりとか、だから高校の実績は関東大会と、まあ、チームが駅伝全国出てたから、それの補欠とか、まあ、でもそこを諦めず高校3年間は、まあ、故障と向き合いながら、こうずっと継続はしてやってましたね。でその時のなんか目標とかはあったんですか、陸上で？
なんか陸上にシフトして、うん、じゃあ何かなってなった時に、うん、真っ先にそう箱根駅伝っていう大学の駅伝があるんですけど、うん、それに出場したいって思いがあったんで、うん、それを目がけて大学でもやるし、じゃあ今結果出さなきゃいけないし、うん、っていうのでやってました、うん、でじゃあ大学も陸上で入った、陸上で入って、うん、それは大学も特待ですか？いや、推薦。あ、推薦、うんうん、大学でいうとどこ大学になるんですか？山梨学院大学。山梨学院大学。あ、大学での成績、陸上のは、まあ、箱根駅伝は出れず、うん、で箱根駅伝のあと一歩で補欠、うん、だったんで、もう二歩頑張んないと本戦には出れなかったんですけど。駅伝の練習ってどんな感じなんですか？うん、1日のスケジュール。合宿だと、その走り込みの期間だと、朝起きて、まあ5時起きぐらいか。うん、で、すぐ朝練がご飯前にあって、まあ20キロないぐらい走って。ご飯前に？ご飯前に。エネルギーない状態で走ることによって、一番スタミナが作る力っていう、エネルギーを作る力を出すみたいな。ご飯食べて。ご飯食べて、で、筋トレと、なんか、いろいろあって、うん、で、数時間後、3時間後ぐらいにまた走りのトレーニングがあって、うん、で、昼休憩、うん、で、そこからちょっとお休みが入って、うん、夕方、夕食前に走ってみたいな、うん、まあ、3ブレン3ブレン、きつい、一番きつい合宿の時は、大学でも箱根駅伝に出るってまあ目標と夢を掲げながらやったけど、うん、まあ、結果的には出れなかった。結果的にはそうだな。でもまあ4年生までは続けた。続けました。うん、毎年こう箱根駅伝を目標にずっと折れず続けられたっていう、うん、ですね。うん、なるほど。まあ大学終わって、うん、で次就職になる、うん、就職そう活動をするってなって、うん、で、まあ、何したいかなっていうのが特に決まってなくて、あ、そうなんです。で、普通の就職活動もして、はあ、なんか一般企業の内定ももらったりとかしたんですけど、うんうん、とみたいな言う時に、うん、一人の先輩に相談をして、うん、で、その先輩がボートレーサーやの先輩で、あ、じゃあボートレーサーとかいいじゃんってポロって言われたのが、うん、なれるんですか、うんうん、っていうのから自分で調べて、うん、で、あ、これって何、スポーツ選手誰でも同じスタートラインに行けるんだっていう、うん、やっぱこうスポーツやってたいっていうのが多分ちょっとあって、うん、でそこからボートレーサー目指すために、うん、こう予備校通ったり、うん、そうボートレーサー目指してた。そうです、大学卒業して。そう、え、あの船ですか？船、そう、小型、そう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 、公営ギャンブル。あ、それこそタイムリーっていうか、うん、昨日たまたまそのなんだ営業のコンサルの社長さんと話す機会があって、うん、まあ、今も昔も変わんないですけど、まあ、大学とか卒業、高校とか卒業して、まあ、仕事でやりたいことがわからないとか、うんうんうん、ないとか、自分に何があってのか分かってないとかで、うんうん、結構多いらしくて、うんうん、言っちゃえばそんな感じだったんですね、うん、でたまたまのその先輩からのあれでボートレーサー。そう、ね、他の企業でいうとどんなとこに内定もらってたんですか？不動産。あ、でやっぱそれでもしっくりこなかった。うん、なんかそう、うわー、なんかここまで頑張ってきて、不動産業バカにするわけないけど、まあいいのかなみたいな。で、まあボートレーサーを目指してとりあえずはそう活動して、続きは2品目行ってから見ましょう。はい、お願いします。それで2品目はタイ料理、今日はあのカレーにしました。羊で作ったマサマンカレー。ここはちょっとお味噌を入れて羊ちょっと煮込んだ後に、あとあのココナッツパイっていうあのココナッツをそのままダイレクトに入れてちょっとピーナッツのペーストと、あとちょっと最後生クリーム少し入れて作っております。ちょっとキノコ料理、かわいい。キノコ料理はちょっとまあわかんないやつにしようと思ってちょっといろいろ考えたんですけど、一応今もポルチーニの季節ですね。でポルチーニで、ホワイトソース、ベシャメルソースを溶いた、書いたあの作ったものを下にペースト状でオーブンで乗せて、今日は岩手県のアベドリっていうのは炙りで乗せてます。でちょっとサラダ感覚で、あの今日朝買ってきた、サラダ用のケールで、紫色のは、シャドークイーンっていう、紫色のジャガイモで、ピンク色のドレッシングは、
紫キャベツのドレッシングになってるので、ちょっとキノコ料理はちょっと全然わかんないやつでやろう。おしゃれすぎます。どうぞ召し上がってください。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。いいっすね、ココナッツカレー。ねえ。あ、そう。ちょっと森で作ってから、なんかいろいろ調べたら、マッサムカレーっていう、なんかあのカレーだったみたいで、うん、まあ、羊でやったりとか、チキンでやったりとか、もう結構肉が大きめに切ってるんだけど、すごい柔らかく仕上がって、お味噌を入れることで、酵素で、やっぱお肉がね、煮込むと、煮込む時ちょっと何パーセント入れてあげると、うん、やっぱ柔らかくなるのが早い、うん、もうトロトロでいけると思う。すごい。で、豚肉の方はあのホワイトソースに、うん、ちょっと水で戻した乾燥のポルチーニをちょっと刻んで入れてあげて、うん、あとケール結構栄養価高いけど、うん、あの食べれないけど、まあ、苦くてとか、うん、えぐくてって言うんですけど、うん、森田ファームの、 あの森田君が作るサラダケールは子供さんも食べれるし、うん、はあ、全然癖がないんで、いや、毎度ありがとうございます。いいえ、やばい、ありがとうございます。ちょっとうまい、食べながら、確か食べながらね。ボートレースを目指した、はい、最初は、はい、全ての内定を蹴って、はい、でそれはどこら辺まで行ったんですか。それも試験があって、ああ1時2時3時本試験かな。ああ僕が多分4回5回ぐらい受けて、うん、全部1時でダメで。あ、そうなんですね。4回落ちて、はい、どうなったんですか。それでそのトレーニングになる仕事しとこうと、ああ、はい、で人力車が思い立ったんですよ。ああ、ボートレースのための。そう、ボートレースのための。うーん、ボートレース。自分のイメージは、めちゃくちゃ走って、ジム行く手間が省けてて、でもそれが始まりですね。そうだったんですね。スポーツとか、なんか体力があるしか自分のプレーないのかなって思ってたら、いや、意外にそんなこともないぞ。勉強方法、なんか一つあげるとえ、あ、もう10時間ぶっ続けで乗ったっていう伝説を聞いたことがあるんですけど、これは